皆さん、こんにちは、こんばんは。ミッキーでございます。いえいえ。ということなんですけどもね、ちょうどね、この動画撮ってるタイミングっていうのが、非常事態宣言がね、5月の31日まで延長されたっていうニュースを見た時点で、録画しております。私もね、ちょうどこの、うつ病で診断されてから1年ちょい経つんですけどもね。まあ、たまにね、調子のいい時があるんで、で、その調子のいい時に何かしようっていうことで、まあ、YouTube の方を始めたんですけども。まあ、一向にね、全然、調子の方は 安定せずに、なんか月日ばっかり流れててまして。で、まあまあ仕事を辞めてるんですけどもね。まあ、傷病手当の方ももうそろそろ、あと数ヶ月ぐらいですかね。限界消えて、大丈夫かなっていうところなんですけども。まあさらにね、このうつ病で精神状態が良くないところに、まあ他の動画でも上げてるんですけども。近所の映画館が潰れて。で、まあ、コロナ騒動があってね。唯一の楽しみの 映画館に出かけるっていうのはもう全然制限されちゃって、もう、とってもとんでもない、なんか精神状態になっちゃったんですけどね。でもまあ、私の場合はね、去年から、まあ、病気で休んでるんで、まだマシっていう言い方もないかな。まあまあ、ほんで、もう年も年なんでね、もう50過ぎてね、仕事辞めてどうすんだお前って。もうお前はもうすでに死んでるだろうっていう気もしないでもないんですけどね。でもまあ、コロナのね、あれで、まあ、肉親を亡くされる方とかね、と、まあ、仕事もね、なくされる方、いっぱいおられるみたいでね。他の、なんていうか、自粛の中でね、やってるパチンコ屋さんとか、あって、まあ、ね、休むも地獄、やるも地獄、みたいな。ね、自殺するとんかつ屋さんとかあったりとかね、そのまあ、神戸のやってるパチンコさんのところで自殺する人とかね。まあ今後ね、景気悪くなると、まあ自殺する方がね、増えるというなんか国の見解があって、で、そういう発表していいのって、ちょっと個人的には思うんですけどね。まあ私もね、うつ病なんで自殺予備軍っていや自殺予備軍なんですけどもね。まだなんとかね、思いとどまる経験がね、あってね。もうかれこれ何回ぐらいかな。3回死にかけてたんですかね。地震で死にかけて、で、交通事故で死にかけて、で、今回ね、うつでぶっ倒れちゃったんで。まあ、運よくこれでまた仕事復帰できれば、まあよかったね、なんですけど、今のところはまだあれですよね。まあそういうことでね、やっぱり、なんていうか、こう、私のね、若い時に流行った本なんですけどね、完全自殺マニュアルという本があるんですけどもね、まあその本にはね、あらゆる自殺のね、パターンが本になって書いてあるんですけどもね、100何種類あったんかな。でもね、結局ね、どんな死に方してもね、一緒なんですよ。これね、三島由紀夫さんの本やったかな。にもなんか自殺の本があったと思うんですけどね。結局ね、真面目に死のうと思えば死ぬほどね、こう、
人の迷惑を考えちゃうんですよね。飛び降りたらね、マグロ片付ける人どうなんだろうとかね、電車止めちゃったら家族にね請求が行っちゃうだろうとかね、いろいろやっぱりちょっとね考えてしまうんですよね、自殺だけはね。まあそうやってね、まあまだ考えられるうちはねいいんですけどね、例えば何年前かな、去年一昨年死んだかな、リンキンパークのボーカルのチェスターっていう人なんですけどね、まあ死んだ前日も普通に生活してて、家族ともニコニコしながらね談笑してて、とても死ぬ姿には見えなかったんですけど、やはりもう死ぬと決めた人はもうなんていうかこう悩みなくね死んじゃうんで、もう止めようがないんですけどもね。でまあそのどう言ったらいいですかね、私ごときがね大丈夫だから頑張れとかいうようなことはねよく言いませんけどね、ただねその一つだけね、もしね自殺を考えるんであればね、見てほしい映画がね一本だけあるんですよね。それは何かと言いますとね、まあもしね自殺しようかと考えたら方がねもしおられたら、死ぬ前にねこのミスト、スティーブン・キング原作のねミストっていう映画なんですけど、2007年の映画ね、まあこっちの方をね見てほしいと思います。でね見たらね、ああミッキーの言いたいことはそういうことだよねってわかると思います。まあなんせね自分自身もねちょっとやっぱりねこうね仮に病気が治ってもね、まあ年も年だし、社会情勢が悪ければ悪いほど社会復帰が難しいっていうのがあるんでね、もう不安は募るばかりなんですけどもね、まああと何ヶ月かなはありますしね、他の方法もねいろいろまあまだあるみたいなんでね、とりあえず自殺という手段は私自身ね、まあすでに死んでる、先ほど見たみたいにねすでに死んでるんかもしれませんけどね、これがね最後の動画にならないようにね私自身も頑張っていきたいなと思ってます。じゃあ最後までご清聴ありがとうございました。ね、鬱屈した話にね、最後までうだうだ聞いていただきましてありがとうございます。もしよかったらね、また、ネットフリックスの映画とかね、まあ、自粛がね、解ければ、また映画のレビューが上がってくると思いますんで、ぜひね、登録してください。もうちょっとね、お金があったらね、ゲームをネタとかできるんですけどね、ちょっとね、ゲーム買うお金がないんでね、残念ながらね。後ろにね、古い CD はいっぱいあるんですけどね、まあ、今時も CD でもないしね、音楽ネタもね、やってみたいとはやって思うんですけども、なかなかね、音楽はなかなか遠く喋るのは難しいですよね。ということで、最後までご清聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。